やっちゃえ、やっちゃえ。うわっす、戦いまくってますね。応決やりまくりじゃないですか今回ね。多分ね、サロットさんはこれ今ね短期で攻撃して損失が10万人もいってる。で、相手バフ結構強いですね。暴走のバフが1745あるじゃないですか。結構強いっすね。中身どんな感じだったんですか。これは今サロットさんですね。で、相手がこんな感じ。T11 だけで入れてたんですね。皆さん戦闘っていうと、どのぐらいの時間やりますか ?1 時間ぐらいとか2時間ぐらい、ここの組織サタンはね、結構長い戦闘やってましたね。しかも夜中にやってた感じがする。それで戦闘参加してた人たちもなんですが、結構ね、相手がね、今回人数がめちゃくちゃいるんで、とんでもないような戦いになってる感じ。応決すげえな。応決めちゃくちゃやりまくってますね。ガンガンいってるね、応決。戦闘力減りまくって、ライズアップ的なダイエットやってるんですか、ここの都市は。さらに500万ダウンって感じで、どんどんね、戦闘力減りまくってますね。500万落ちたり、1000万落ちたり、忙しい運営がニコニコしてるっぽいですよ。なんかね、大変な戦いになってるんですよ。偵察もしてくれる人もいて、あとね、戦闘バチバチ戦いまくってる人もいて、夜中にやりまくってるわ、これ。完全にすげえ、応決だらけだね。やばないか、これ。で、LWA ってところが、敵なんですよね。そこにいろんな奴らがね、参加して、ガンガン戦ってるわけなんですが、LWA の他にもね、たくさんあるんですよ。WPX ってとこも出てきましたね。結構ね、組織サタン以外のところが、僕たちと戦ってる感じなんですが、これね、人数も見てもらえばわかると思うんですけども、ゼキさん来ました、いらっしゃい。来ました。都市移転で参加してくれたゼキさん。ゼッキさんとガッキさんがバチバチ戦いまくってて、その他の人たちもやりまくって、援軍入ってるところも多いですね。なんかね、今回ね、援軍入ってる人たちが多いんすよ、敵がね。それでバフも高い奴らが結構都市移転でね、今回来たんで、なかなかね、やってくるし、やってるしで、損失と負傷が大量なんですよね。めちゃくちゃ大量。ゼキさん、集結からの、まだね、いろいろと戦ってる。これ何時間もね、戦いっぱなしなんですよ。それで、レポートね、いろいろと戦いまくったレポートをシェアしてくださいみたいな感じで、頼んだんで、後でね、ちょっと出てくるかなと思うんですけど、この辺は皆さんが自動的にシェアしてくれたレポートなんですけど、戦いがね、回数とんでもないですよ。で、最後の最後にもちょっと見せたいものとかもあるし、中盤でこんな感じだったよっていうのもあるし、いろんな感じがあるんで、これちょいとね、戦いまくり見てほしいわけなんですけど、すっごいね、マジでやばいかなと思うんですよ。で、組織サタン VS 全組織、他のね、組織全部で戦ってるわけなんですけど、今回、組織サタンで3分の1ぐらいの人数の人が参加してたと思うんですよ。このレポートいいっすね。ノブトラスさん、ワッショイやってたじゃないですか。損失相手結構でかい感じ。なるべくね、兵隊を、どんどん相手の兵隊をいなくならせたいということなんですよね。ガンガン、やってまーす。ウェーイからのワッションやってるゼッキーさんもね、めちゃめちゃやってた感じなんですよね。えぐい感じが多いね。わー、これ損失痛い。ノブトラさん左側損失痛い、負傷も痛い。相手結構強いね、これ。相手強いじゃないですか。やばいね。結構課金もしてるような相手だと思うんですけども、なんかすんげー反撃来てるじゃないですか。ガンガン。焼かれまくってるね。おはごん、おはようございます。皆さん起きた感じ。いやさ、殲滅数もねすごいんですけど、損失の数もねこちらのチームすごいんですよ。で、応決とかで結構来てるな、これ。
相手本気で来てますね。左側が敵で右側組織サタンなんですけど、やられまくってますね。人数多いな。相手の人数多いね。めちゃくちゃ多いじゃん。しかもバフが結構高めだね。暴走がやっぱ上げてる勝利は1673。ガキさんのがね、ちょっとバフ高いようには見えるんですけど、人数がね、少なかったっすね。しかも相手応決で来てたんで、あいつが一番強いんかなと思うんですが、参加してた奴らが、こんな感じですね。一人目、二人目で、二人からの、三人はいると思うんだよな、最低でもね。三人目、四人目がいてからの、次五人目、こいつ、五人入ってる。結構入ってんね。六人入ってるね。六人入ってたんだ、相手が。防衛の方がガッキさんのところに、T10 に入ってるけど少なくなってますね、だいぶね。かなり少なくなってますね。ガキさん回復させながらだいぶやってたみたいなんですけど、T10 にね、だいぶ少なくなってきましたね。はい。回復力もだいぶあったんだけど、回復させまくった感じで、二人目がこんな、ハルさんですね。ガキさん、ハルさんからの起きてた人は誰なんですかね。小田さんが入ってる。小田さんも入ってました。夜中起きてる人すげえな。あと、聖堂さんと、ヤロフ。ヤロフが1だけ入ってた。こんな夜中にね、ガンガン戦いまくってて、起きて見た人びっくりじゃないかな。朝目覚めてこれ見た人、何これみたいな感じになってるよね。お互いそうじゃないかな。損失でけえ。でかい。今回で兵隊多分皆さん結構行かれたんじゃないかな。多分相手もそうだし、こちらのチームもそうなんですけど、いや、だいぶ行かれたんじゃないかなと思いますよ。都市の中でガンガンやられまくってやってる感じ。しかも、これ長時間制なんで、長時間なんで、かなりね、やってるんですよ。ガチガチやりまくってる感じじゃないかな、これ。敵の中で一番強いやつ、誰かなみたいな感じで見せてもらいたいんですけども、こいつが一番強いんかな、左側のやつがね。ザ・リアル・なんちゃらって書いてあるやつがね。こいつが一番強いんかな。1673だけども、まだいるような気がしたね。で、ガキさんが 2069%。他の人たちの戦闘の活躍、こんな感じですよ。たくさんやりまくってる。で、相手が多いんで、とにかくガンガン戦いまくってて、あちこちに攻撃しまくってますけども、あいつ強えな。リアルなんちゃらってやつ、強いっすね、これ。めちゃくちゃ兵隊いたんじゃない？何回攻撃食らっても、なんか人数いるような感じがする。あ、これ生き残りゼロだけど、あとはね、サタンのサロットさん、今ガンガンやってるけど、あちこち攻撃しまくってる感じ。他の人のレポートもね、めちゃくちゃあるんですよ。で、サロットさん、最後こんな感じ。わー、やば！損失！これやばすぎ。相手回復させたね、これ完全に。相手回復させて、いやー、防衛してきたね。で、バフの方は、1745ぐらいなんだ。だいたいね。300ぐらい違って、このぐらいの差がやっぱ出るんだね。いやー、強えな。300違うとすごいね。合傑使っていくと、かなりいいかもしんないけど、またそれも難しいからな。なかなかね、なんとも言えないんですよね。合傑の車両のね、特化で行くとまた違うかなっていうね、時もあったりもするんですが、これは負傷と損失、なかなかまたまたでかいじゃないですか。何人今回で負傷と損失になったんですかね。でかいな。で、これバフ強いね。1907、左側。こいつじゃないかな、最高バフ。多分ね、攻撃最高バフ、暴走で 1907% あるんで、こいつが一番強いんじゃないかなと思いますよ。これ、こいつが一番強いのか。こいつが一番強いんだね。ザリアルってやつが、多分そうだと思いますよ。LWA ってところはね、あいつが一番強いんじゃないか。あいつさえ、どうにかできれば、なんとかなりそうな感じもね、
ありますよね。あとは皆さん結構ね、1000何パーセントぐらいの人、だいたい2000パーセントまだ行ってない人たちの戦いのような感じがするんで、ガッキさんがそうすると一番強いんじゃないかな。しかもこれガッキさんサブアカでこんなに強いですよ。サブアカでこんな強い、2133になってますね。2133、相手多分デバフ食らってるからちょっとバフがね下がってる感じに見えて、1755とかなんですよね。ガキさんが強いな、すげえ強いな。多分一番この年で最強じゃないかなと思いますよ。はい、他にはたくさんあるんですけど、うわやばいねこれ。損失負傷で生き残りがゼロになってて、相手これ凹血なんで、いやーこれバフがね結構効いてるわ。援軍とかたくさんね入ってたとしても、いや相手凹血なんでね、受ける側はちょっと不利ですよね。でそう考えると凹血とかで攻めた方が有利だと思いますんで、戦闘するときは防衛するより攻めた方がねいい時も中にはねあるかなと思いますよ。で凹血とかで攻めるんだったら、バフがね高い人が凹血をかけてやっぱ攻めると相手をね倒しやすい時もありますよね。だけど防衛側のメリットとかもあるんですよ。デメリットもあるしメリットもあるんですが、防衛側のメリットとしては病院枠が満載じゃない時、満タンじゃない時だったらほとんどのね兵隊が病院に入ったりして負傷になるっていうねメリットもあるんですけど、だけどね防衛で最強のバフの人のバフに乗っかることがねできないんで、攻撃側だったら凹血とかねそういうやり方でやると最強のバフの人にバフをね乗っかることができるんで、相手を倒しやすいような感じもするんですが、まあ、どっちもどっちですよね。攻撃側と防御側と、これすげえ戦いになってるけど最初こんな感じだったんですね。相手ね1000バフいってない人とかが凹血かけてきたりして、参加してるやつらほとんどね多分ねこれ外国だと思うんですけど、なんかねメッセージ飛んでくるんですよ。やたら僕いろんな人から飛んでくるんですけど、ここからの組織の人からもね飛んできてるわけなんだけど、なんか日本語で書いてあったような気がしたな。確か日本語で書いてあった気がしたんで、外国の組織の中に日本がね混じってるような感じかもしんないね。主体が外国勢で、あちらっと日本が混じってるみたいな組織かもしんないです。僕たちは逆に日本がメインで外国勢が入ってるっていう感じですね。あ国際交流的な感じ、世界交流的な感じ、日本も外国も関係なしでやってる組織なんですよ。ここの都市以外にも組織サタンね結構あるんですが、日本のユーザーと外国のユーザー混じってやってるんで、本当にね戦争大好きみたいな人がね参加してる組織なんですよ。すげえやりまくってる感じが多いんですけど、損失マジででかいな。お互いでかいですよね。で豪傑の殲滅も高いな、これ多いな。結構強えな豪傑、相手めちゃくちゃ強えじゃん。もうさっきから豪傑の殲滅結構ね目につくんですけど、すげえなって感じもねありますよね。これだって豪傑の方が強いからね、なんかね通常の殲滅より豪傑の殲滅数のが多いからどうなってんのかなと思っちゃうところもありますよね。今回このハルさんが受けたレポートなんですけど、これは逆に豪傑の方がね多いよね。これどうなってんだろうね一体ね。組み合わせ的な感じがやっぱ強いかなと思っちゃいますね。豪傑の組み合わせで豪傑殲滅数が大きく変わるかなと思います。左側なんて豪傑の殲滅やばいね、523,958、とんでもなくねこれやばいね。あいつが使ってるやつはメガネコちゃんとオスカーとデビルレイですね。新しめのやつ使ったりもするんですね。真夜中に過酷な戦いをやってくれた方、素晴らしい感じでしたよ。本当にやばいっすね。本当すっごい真夜中ですよ。これ2時とか2時半、3時、3時半とか4時ぐらい、そのぐらいの時間ですよ。日本の時間で言うと。バチバチ戦いまくってましたね。夜中っすよ。もう本当に。まあ夜か朝なのか、ちょっとわかんないような時間帯に、バチバチやりまくってて、ずーっと戦いまくってた感じがありますよね。それで、市長の、
センターだけじゃなくて単独で別荘に攻撃とかもしていったんで、まだまだね履歴めちゃくちゃあると思うんですけど、もうとんでもないっすよ。これビビっちゃいますよ、やばいって。これはパイレーツレイジがね始まる前でガンガン戦闘してるんで、まあ、都市自体の戦闘力もこれでね下がったんじゃないかなと思いますよ。都市の戦闘力が下がって何かとねいい組み合わせになったらいいかな、いい方向に行けばいいかなとは思っちゃったりもするんですけど、あ、どうなんでしょうかね。時期的に都市のマッチングいろいろとマッチングするところがタイミングがあると思うんですけど、パイレーツレイジの方でもね、あ、なかなかねどういう状況になるか分かりませんね。その辺も楽しみにしたいところなんですが、すげえ戦闘履歴が止まんねえな。これ4時過ぎてもう5時っすよ。朝方の5時までやってる。そんでもってデバフ私麦わら帽子いただきました、ありがとうございます。下はガッキさんでなんか被せられてますね。はい、デバフがやってきております。今ガッキさんの方はバリア張ってない状態、もう忘れちゃったんかわかんないけど援軍送っておりますよ。皆さんね他の人も援軍入ってる状態です。誰か調子に乗ったやつが攻撃してこないか待ってます。今回は組織サタンがデバフパーティーやってんじゃないの、これ全部多分ね思うんですけど、私はみんなデバフパーティーやってんじゃねえですか。あ、それはそれでいいとして、誰がデバフになってるんでしょうか。あ、僕はなってました。ガキさんとセドさんもデバフになってました。誰がデバフにされてるんでしょうか。あ、麦わら帽子はね僕はねなかなかないっすね。あ、ゼキさんもなってますね。手錠のデバフ、ゼキさん手錠のデバフ、あとは小田さんが車のデバフ、あと誰でしょうか、デバフがいるんでしょうか。あー、信太郎さんがなんか罠のデバフ、罠みたいなね感じのデバフがありますよ。あと、もう主役じゃないですか、もう完全に。ミキさんが一番かっこいいデバフ取ってんじゃないの、あれ。いい感じじゃない？